アイリータは1924年に公開されたソビート連邦のサイレント映画。アレクセイ・ニコラエビッチ・トルストイの SF 小説、活性に行った地球人の映画化で、監督はヤーコフ・プロタザノフ。レニングラードで上映された際にはドミートリー・ショスタコービチがピアノ伴奏した。革命後の1921年のモスクワにおいて人々は、 慎つ,つましい生活を送っていた。ある日、無線技師のロッシュは、あんたーデリー歌という謎のメッセージを受信。ロッシュは、それが、火星から送られてきたものを信じ、火星のことばかり無双するようになる。一方、現実社会では、妻、ナターン社の浮気に頭を痛め、とうとう妻を射殺してしまう。ロッシュは、宇宙船で火星に逃亡、女王、アイリータと恋に落ちる。 アレクサンドラ・エクステルによるデザインが宇宙旅行を題材とした古典の一つ。特筆すべきはアイザック・ラッピーノビッチとビクトール・シモブによる火星のセットとアレクサンドラ・エクステルによる衣装デザインでどちらもロシア構成主義を体現している。これらは後の映画、例えばフラッシュ・ゴードンシリーズやフリッツ・ラングのメトロポリスとガツ世界の女近年では リキッドスカイなどに影響を与えている。ありがとうございます。